にゃーしゃっしゃー、始まきよしろです。挨拶なんかね、作んなくていいんだよね。でも一応名乗りはするっていうね名乗りはするんだね。そこだけはなんかね、癖になっちってまってんだなっちってまってんだ。すごいですね。なんかよくわかりませんね。もう、ま、もう、あ、今適当に変な声出しただけですよ。ま、もうってね言ったわけじゃないんで、別に変にもうって言っただけなんで。こういうタイプのため息、喉が疲れんな。冷てー。麦茶飲んでゲップするやつ何？怖いんですけど、めちゃくちゃ。麦茶飲んでゲップするやつ、前も水飲んでゲップしてたしな俺。怖いんだよなコーラ飲んでゲップしろよ、なんか炭酸飲料とかでさまあでもブルックも紅茶飲んでゲップしてるしな、変わんねえわ。つかもうぜー夢。ちゃん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 なん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 。あー肩痛えわ。でもまあ YouTube で面白いのってやっぱなかなかないよね。面白い動画って結局ためになるとかレシピみたいのに近いじゃん。でも世界が平和なのはつまんないからです、人間が。やっぱユーマを全世界、まあ、70億人80億人がね、そこそこ欲しいものを貯金すれば買えて、結構美味しいものをしっかり食べつつ生活とか戦争がない状況っていうのがあれば、で全員がユーマを持ってれば、ユーモアっていうのも難しいんだよね。面白くあるみたいな、逆にってわけじゃないんだけど、逆にこの不幸めちゃくちゃ面白いなみたいな、笑うしかない状況ってわけじゃないけど面白いな、こいつ何なんかすごい怒ってくる面白いみたいなわけじゃない。怒ってる人って面白いじゃん、ムカつくけどさ、すごい嫌じゃん、感情ぶつけてきてこの人面白いなって思って怒ってて面白いなって、なんかわからないけど、やっぱ怒ってる人って感情に差があるじゃん、こっちとあっちじゃん、面白って、やっぱ感情に差があるだけでキモいって思ったり面白いって思ったりするしね。面白くないものは面白いと思わないからキモいになるんだよね、感情がいっぱいある人って。でもそれが面白かったら面白になるんだよ。エネルギー。でも最近なんか日記、でも日記とか書きたくないな別に。だってさ、引きこもりだから、いや書くことがないし、喋ることの方が好きだからね、書くことより。言っとくけど、言っとくけどよ、俺は書くことよりよ、喋ることの方が好きだかんよ。こういうなんか変な喋り方やめた方がいいよね。なんかもう、クッキーさん真似してる人みたいになるからね。それは良くない。なんか分かりやすい真似は良くないよね。一つのことじゃなくてさ、でもなんか言ってたんだよね、写真家がみたいな。写真家みたいなやつがいろんなものを混ぜようぜみたいな。好きなものを全部混ぜるみたいな。それもなんかすごいやつ、全然すごくないやつがなんか言ってんなって思っちゃった。ごめんね。でも確かにそうだよな。でも結構なんか本当の創作物はないみたいなこと言ってるやついるけど、あるんだろうな。それ単純に負け惜しみなんだよな。やっぱり確かに、無から有を作り出すことはできないけど、新しいことは絶対作り出すことはできるんだよ。やっぱり。岡本太郎もピカソに勝たなきゃいけないみたいなこと言っててさ、でもどうやって勝つんだろうなピカソに。でも俺なんかな、お笑い芸人と対等な面白さというか、それ以上になりたいんだよ。でもお笑い芸人って結局才能もちゃんとあるけど、やっぱ面白い、その一番面白いやつらがいる環境 に常にいることだと思うな。やっぱり面白いやつらめっちゃいるじゃん。面白いことし続けなきゃいけないし、それが時間としてさ、
何十年と積み重なっていくわけじゃん。こうやったら面白いかなってから、面白いことばっかできるようになるの。それにさらに面白いことがどんどんできるようになると思う。でもちゃんと才能もあると思うんだよね。まあ、洗練されていくに近いのかもしれない。だからあれは芸術っていうよりは技術なのかもしれないけど、でも技術だけの問題じゃないよね。面白さが加わってくるわけだから、どこかに芸術的な、なんだ、爆発ってわけじゃないんだけど、面白さみたいなのが必要になってくるんだよな。芸術な、まあ、芸術というか、まあ、エネルギー、何なんだろうな。じゃん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 。でも結局それって人の評価だからね。面白いものって基本的に。でもお笑いってでもやっぱだいぶ技術だよな。発想っていうものは大事かもしれないけど、新しいものって芸術であり技術でありみたいな、なんかそういうとこね。なんかまあ芸術って 100% 芸術なものって何なんだろうな。ドクターハインリヒかな。なんだこれはってなるもんな。ドクターハインリヒ見たら、あれ私芸術なのかもしれないよな。あ、でもドクターハインリヒ見たら何これってなるからね。A マッソはところどころはすげえなみたいな、感触で乗り切んなよみたいなこと言ってたりするとすげえなっていう、センスだなみたいな感じはあるけど、ハインリヒさんなんかなんだこれはって最初なったからね、ちょっとイライラしてきたもん、なんか新しすぎて。でも俺があんまり見てないだけなんだろうけど、誰は多分芸術に近いんだろうな。だからあれだよね、マジカルラブリーのなんか M1 でやってネタ、多分あれ芸術なんだろうね。ミュージカルかと思ったら、なんか椅子に、変に椅子に座ってくるやつだけっていう。ただツッコミの人がなんかあれもいいよね。天竺ネズミみたいなさ、そんな感じがするじゃん。天竺ネズミのツッコミもうまくはないじゃん、あんまり。それが面白いのかもしれないけどさ。マジカルラブリーも意味わかんないからね。そろそろ始まるかみたいな、なんかそれだけずっとやったりするしさ。でも面白いな、俺マジカルラブリー好きなんだよな。でも M1 でいろんな人がさ、これ面白いよっていうのを見た結果、やっぱいっぱい面白いもん知れた。あれも面白かった。漫才は技術であり、まあ、技術必要だよな結局。面白いもん作るのには笑わせるのは多分技術なんだよ。笑わせるのって完全に技術なんだよ。でも面白いものってね、 100% 芸術とまではいかないかもしれないけど、そういうところ多分あると思うんだよ。やっぱり発想の、やっぱ新しいもの新しいものじゃないダメだからね。同じものだって、っていうか確かにそれ、面白いものこそ芸術かもね。だって同じことしちゃダメじゃん。同じことして洗練していくのも大事かもしれないけど、同じことだけではやっていけないじゃん、面白いものって。昔とみんなと同じことしちゃいけないわけじゃん。しちゃいけないわけじゃん。なんか芸事だから、芸人っていうのは芸事じゃないんだろうな。落語とかっていうのは同じこといっぱいやるかもしれないけど、面白い。なんかずっとあるじゃん。それを、だから芸人って芸術なのかもな、あれは。一つの。それを技術でカバーするみたいな。やっぱ人間がこういうの好きだからみたいな、一般人が好きなものってあるじゃん結局。芸人が面白い芸人っていうのは芸術向きなのかもね、多分。そういう人じゃん。クッキーさんだってそういうところあるしね。なんだこれはってなるじゃんクッキーさん。クッキーさんは芸術なんだろうね。岡本太郎流で言うと、なんだこれはってものじゃん。だからドクターハインリッシュさんもあれは芸術、なんだこれはってなる。だからもっと真剣に向き合わなきゃいけないのかもしれない。芸術ばっか言いたくないの。なんか三流芸術ってばっか言ってる人みたいになっちゃうからね。でもやっぱ面白さってむずいな。
技術だけじゃどうにもできないからな。面白さっていう根本のエネルギーが必要だからな。漫画も技術なのかな。技術だろうね。でも芸術でもあるよな。アートじゃないけど。でも俺はなんかジョジョ好きだよ、やっぱり最新話でさ。ラスボスっぽいやつの能力が、追跡してくるやつを激突させる能力。よくわかんない能力で。ネタバレになるんだけどね。言ってからネタバレって言うんだけど、自分を知ろうとするものがいると、そのなんか周辺にあるものがなんか自分にぶつかって妨害してくるっていうスタンド能力で。うん。変な感じなのよ。なんか最終的に面白かったのはなんか、雨が激突してくるって展開になって、あいつを知ろうとしてる時点でなんか、雨が激突してくるんですよ。雨が激突って普通だけど、弾丸みたいにピシ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 ってなって、なるんですよ。それめっちゃ面白い。雨が激突するしてくるって面白いなって、俺好きだったけど、そこは。なんだかんだ言ってジョジョリオンな、結局ジョジョってあれさ、全体的な面白さより、いかにその、最終章を面白くする。ボス、ラスボス戦をいかに盛り上げるかって話じゃん。まあ、でもジョジョリオンって見えてこないから難しいよね。あと長いんだよな。20巻以内に終わらせてほしい。ジョジョリオン。何やってんだろうな。でも才能が枯渇するって言うけど、それはすると思うんだよ。なんでだろうな。結局ワンピースが面白いのはあれだと思うんだよな。なんかなんワンピースがなんで面白いかって、結局さ、何十巻も続いてるわけじゃなくて、ワンピースっていう物語を作ってどんどん面白くしていってるだけなんだよ。でも多分小田先生って客観的にものを見ることができるのかな。なんだろうな、なんだろう、難しいな。なんで小田先生は面白い、単純にあの人才能があるだけなんだよな。でも老いが始まったらつまらなくなるのかもね。やっぱりその時代では新しかったんだけど、何十年後はそれが普通になっちゃっててつまんなくなるみたいなさ、あるじゃん。それだと思う。だから小田先生も別に漫画には取り入れないけど、すごい新しいものを見てってるわけじゃん。俺は全然見れてないけど、ピーマル様とか見てるわけじゃん。すごいなって思う。全然面白くないじゃん、別に。ジェラードンとかも見てる。俺もジェラードン見てた時期あるけどね。うん。でも結構でも俺の方が早いわ。うん。小田先生に勝った。ジェラードンはなんかの審査員賞の時に、なんか、なんとか賞で2位がね、2位がいるんですよ。おにぎりずみたいな。おにぎりずじゃないな。うん、いるんですよ。坊主。もう一人坊主が。でも、ジェラードンのなんかやべえオタクも坊主なんですよね。被ってたけどね。確かにジェラードンの印象は強いよね。やばいキャラみたいな。うん。印象勝ちみたいな。それを見てね、面白いなと思ったんですよ。変なキャラいいよね。腰痛。まあ、でも芸術とかもいいけど、でも楽しいからやろう。俺は楽しいからやってんだよ。まあ、でも俺趣味って言葉嫌なんだよな。なんか最近好きじゃなくなってきた。楽しいこと、これは喋ってる間ね、なんかね、何も考えてないんだよ。無の時間なんだよ、喋ってんのに。うん、喋ってることに結構全身全霊なんだと思うんですよ。なんでかって、喋るのは楽しいから、本気でやればやるほど楽しいの。真剣に喋れば喋ると、喋れば喋るほど面白くなってると思うの。やっぱ真面目って面白いじゃん。うん。真面目にはパワーがあるから、力を入れるわけだから。でも真面目が好きなんだよ、結局。真面目で面白いって難しいんだけどさ、それをやりたいんだよ、俺は。真面目に不真面目を面白くみたいな。解決ゾロリみたいな。寝るわ、腰痛いし。ツイッターでも見るか。クソのゴンゲ、ツイッターでも見ますか。鼻でもほじりながらね。かっこつけて言うな。
チンポ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 知らないよ、黙れよ、うるさいぞ、殴るぞ。チュン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 チャンチュ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 ン。タモリのサングラス、タモリのサングラス、欲しいよ、欲しい欲しい。タモリのサングラスがもし高かったら、タモリっぽいサングラスでいいから、タモリのサングラス、タモリのサングラス、タモリのサングラス欲しいよ。タモリのサングラス、タモリっぽいサングラス、高かったらぽいサングラスでいいよ。タモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラスが欲しいよ。タモリっぽいサングラス、じゃん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 。タモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラスに度を入れて、タモリっぽい度が入ったタモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラス、名付けてタモリサングラス。タモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラス、タモリっぽい、タモリっぽいサングラス。タモリっぽいサングラスかけたなら、タモリっぽいサングラスかけたことになる。タモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラス、タモリっぽいサングラスはいいね。でした。はじまきよしろでした。ははははは。なんか加藤純一さんのなんか義眼の下りを思い出して笑っちゃった。義眼って面白いな。ごめんな。うん。でも俺やっぱりさ、その障害者とかいろんな人を笑うのでさ、なんかそれで笑っちゃいけないって風潮良くないと思うんだよな。そう、デブとかハゲとか笑ってもいいけどみたいなさ、そういうのこそやっぱ真の差別っていうかさ、同じ人間として見てないんだよね。ちゃんとこいつは劣ってるっていう意味で哀れんで見てるからこそ、みんなはそういうのやったらかわいそうだよって言うんだよな。そういうやつらこそダメないんだよね。うん、面白かったら笑えばいいんだよ。うん、それこそやっぱ差別なんだよ。同じ目線では見てないんだよ。でもまあ面白いってことが結局普通じゃないから笑ってるみたいなさ、あるよな。いやでも俺もずっとおかしいな、タモリっぽいサングラスってずっと言ってたから。俺もまあ知的障害者みたいなもんだからな。てか俺は気違いだから、俺は俺でちゃんと気違いになっちゃった。やっぱ気違いになろうとすると気違いになるんだねってなんか誰か言ってたけど、俺はラッキー、いや気違いになってよかった。いや気違いっていいね、楽しいわ。やっぱ規制を上げるのって楽しいんだよ。規制だけだと楽しくねえんだよ。うん、規制も上げつつ喋っていこう。なんかハイになるわ。深夜がさ、やっぱ朝に持ってこるんだよ。朝に持ち込み、朝に持ち越すっていうかね、遅れて深夜のノリがやってくるっていうか、ハイになるんだよね。うん、眠くなるとそのなんだろうな、どんどんハイになってくるわ。眠いって気持ちいいからね、やっぱり余計なものがどんどんで心地よくなってくんだよな。眠るってそれってもう麻薬だからな。でもさすがにエアコン寒いな。なんか変な病気で脇に穴が開くんだよね。俺これ2回目なんで、
もう今回の脇穴はすげえ長いんで時間が。あんまり、あと俺脇汚いしね、あんまガキの頃全然脇洗ってなかったからさ、脇汚ねえなと。あと単純にあのそういう病気、肥満、肥満だと黒くなるんですよ。ほら黒いでしょ。うん、あと洗ってないし、普通に単純に肥満だから黒。俺太りすぎだからな、言っとくけど、身長160あるかないかで90、今5、6キロあるんですよ。めっちゃ太ってますから。でも痩せるのってやっぱ大変なんです。今うつのせいにしてるって言ってもね、うつってやばい、やっぱ何もできない。俺ご飯食べるの好きなのに、やっぱね、あの食べたいものが思い浮かんでこないんですよ。で最近もホットケーキ作って、なんかホットケーキ食べなかった。ホットケーキ作るので、なんかそのエネルギーがさ、いろんなのがあるじゃん。別腹ってわけじゃないんだけど、ご飯を食べるエネルギー、料理を作るエネルギーとはいろいろあると思うじゃん。それが全部一緒になって、しかも量が少ないっていうエネルギー、精神エネルギーっていうか、気合の量が足らないっていうか、気力が足りないんですよ。でホットケーキ作って、あもう疲れたって言って寝ました。はい、で最近俺ホットケーキ全部残してます。単純にホットケーキの量が多すぎるので、一人じゃ食い切れないな、ホットケーキ。昭和ホットケーキー、やっぱ乾燥してるから唇がさ、唇がさ、裂けちゃう。なんかくせえんだよな、リップクリームって、意外に。群青のマグメール。群青のマグメール無料は見た。おもろかった。昭和ホットケーキと申します。どうも、ショットガンです。ショットガン王です。ちょっとよくわかりません。よくわからないがずっと続く。あー、チンポチンポ。チンポ、うんこ、うんちんぽ、うんちんぽ、うんちん、うんちん、うんちんぽ、うんちんぽ。パリラ、パリラ、パリラ。チュ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 。あの音楽いいよね。ドドデドドドドドドドデデドドデデみたいな。いいわあれ。パリラパリラパリラデデデデデみたいな。デドドドドデドバッバッバーンみたいなさ。スプラトゥーンいいね、音楽意外に。でも最近スプラトゥーンやってないわ。俺オンライン入ってる意味ないんで、俺ずっとマリオオデッセイでさ、なんか最近なんかゲームを遊ぶのもなんかだるくなってきて、ゲームっていうしてるより、あのハンドスピナー、ハンドスピナーやっぱ楽しいじゃん。コントローラー動かしてさ、画面の中のマリオ動いてる方が楽しいのよ、俺的には。でハンドスピナーってしょうもねえからな、楽しくないんだよハンドスピナーって。 ADHD だったけどさ、ハンドスピナーで俺のね、多動性がね抑えられるわけがなかった、俺の。そのでも俺最近そういうのなくなったわ。なんでかって、マリオデッセイで、マリオデッセイめちゃくちゃ楽しい。マリオ動かすの、ピーチ城のね、キノコ王国でずっとね、すごい今めっちゃ3連続キノコキックしてた。なんかね、普通のキノコがあって、そのキノコをキックしてんの、その加速することによって。ああ早すぎて、加速が早すぎるとキノコ蹴れないんですよね。キノコ追い越しちゃうから。ただのキノコね、スーパーキノコじゃない、あれスーパーキノコっていうのかな、なんだろうね。じゃーん、心配ないからね。でん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 。でもマリオストーリー楽しかったな。俺あんまりゲームって最後までクリアしないんですよ。最後までクリア続かない。マザー2だってなんか過去最低の国じゃない。そこまで行ってない。地下帝国みたいなところで止まったわ。あのドラゴンが怖すぎて。うん、あと強かったんだよな、ちゃんとなんかファイヤー男みたいなやつが全員。それでファイヤー男怖いなーってなってやめちゃった、うん、でまたから1からやるのも、マザー2って基本的に怖いんだよあれ。チャッチャッチャラララララ、チク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 チャララ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 ラ、チャララ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 ラ
ドゥイチチチチュチチチチュチチュドゥ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 バンビーネバンビーネでつつでつつでつつブチチブチチブチチブパーブパーすごいねテッカテカだね。白装ってました。小学校の頃の田中くんと変わんない。ね、田中くんはたギリ知的障害者みたいな、ね、ギリ犬です。はい。でも俺の方がよっぽどやばい。うん、今の俺の方が。俺はやばくなってしまう。いや急にちょっとねにっこり大きな声で笑いたくなっちゃって笑っちゃいました。坊主いいね。坊主だとね別に外出ねえから。最近コロナウイルスがどうのこうので4月5月がなんかやばいって言ってるわ。嫌ですねコロナウイルス。コロナウイルス嫌だね。コロナウイルスは嫌なんだよね。チュッパチュッパ。俺マジで外出してないからな外に。心配ないからね。でもマスクでどうにかなるもんなの？インフルエンザのそういうの内番みたいな。一線越えて踏み出てるから今からは何も。夢の外へ連れてってルン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 心はいいのうたついてるだけさぞさぞ。しょんべん入れなくなってきた。あ、30分だからちょうどいいや。